こんにちはにです。ふわしょこもなか開封第4回かな。ふわちょこエレベーターに軟禁された状態で開封を行っております。ただいま何個開けたかもうわからないです。多分100はいくかいかないかぐらいだと思うんだけど、今のところ当たりは出ず。当たりが出るか全部開封書を得るまでここから出ることは許されてないので、頑張ってやっていきたいと思います。ここら辺一帯を攻めたいと思います。30個ぐらい開けようかな。これもうテープでねくっついてるからね全部バラさなきゃいけないんですよ。ちょっとバラしてる時間ちょっとカメラ止めます。もう電池もね限られてるからね、これずっと取り続けてると最後取れなくなっちゃうからね。いきます。当たれピン、ほいほいよっ、はい、当たねえなー、はい、当たってる人もいるんだよね。心マンチャンネルさんだっけな、ね、当たってんだよね。羨ましいな。ニンニンも当たんなかったからね。この人は当てたんだよね。なんせね、今回はね、ソフギがね、当たりの景品だから、ぜひともゲットしたい。ぜひともゲットしたいんだけど、こんなね、苦しいね、開封じゃなくてもよかったんじゃないかっていうね、気はしないでもないんだけど、マジで息苦しいんだよ本当に。何なんだかねちょっと分かんないんだけど、当たんないよ。どうすればいいんだろうね。せい、子供と分けて食わねえとかいいんだろうな。チョコレート好きだからいいんだけど、この量食うとまた出ぶるんだよな。はい、開封し続けるとね、この手をねピンと伸ばしてカメラの前でやってるね、この動作がねだんだんきつくなってくる。なんか二の腕のあたりがね若干プルプルしてきてるっていうか、そのうちあれなのかな、電気スイッチオン、これ来んじゃない、この電気消えた後からの外れだ。だんだんねこのねエレベーターの中のね匂いがねチョコレート臭くなってきてる。せーの、ほい、外れ、せい、入れよう、当たり、ピローン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 、当たりません、当たりは一体どこにある、せい、せい、仮面ライダーゴーストはどんな話になるんだろうね、この後。なかなかスタートは、いい感じなっていうかね、面白そうな感じで始まったけど、若干ねまだ主役の男の子がね演技慣れしてないところはあるかもしれないけど、きっとね1年経つとすごい成長するんじゃないかなと思います。せい、頼むぜ。ちょっとよくここのパッケージ見ようか。エアインチョコ入りミラクルライダーボックスキャンペーン実施中、大当たりチケットが入ったら超ラッキー。超ラッキーだよね、こんだけ開けても出ねえんだから、ほんと当たってたら超ラッキーだよ。超ラッキー、あれラッキーラッキー。背中が痛いんだよこれ。最後でございます、最後でございますよ。第何回だっけ、第4回目もこれでおしまいになります。海岸俺もう勢いだけだな。海岸俺レッツゴー覚悟ゴー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 スト。その後なんて言うつもりだったんだろうね。もう何のプランもなく勢いで行って外しました。はい、じゃあね、電気も消えたことだしちょっとお茶飲んで、モナカ 2,3 個食って続きまた開けたいと思います。電気つけろ、暗いのは嫌だ、ちょっと怖い。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ああ落ちてきた、あれつかない。金出して買うっていうのもなんか尺に逆さ、お願いします。人生難しいよね。